ちはですね、まだ静かにやってるんですけどね静かにやってるんですけど、今回はこちらですね。この間はリクライニングねやってったんですけど、よいしょ、こんな感じで、まあ、大体7、8センチ後ろにこう下がったっていう感じですね。こんな感じなんですけど、キューブデッキ引いたっていう話あったじゃないですか。あれってパッと持ってかれてもここから前に来ることないっていうのかな。でそんなにね、まあ、止めても止めなくてもって感じですよね。まあ止めたい人はっていうか止めてもいいんじゃないかなっていう感じなんですけど、でここのね、よっと、前に言ってたこのもものところがこうちょっとすくって言ってたじゃないですか。でこのね座面もね、若干やっぱミニマムっていうか3センチぐらいかな、3センチぐらいのこうもうちょっとあればなっていう感じの椅子なんですよ。だから前側の方をちょっと上に上げればこうももが、ね、ちょっとフィットするのかなっていう感じなんで、でこれはね正直パクリパクリっすね、いろんなね、なんかいろんなの見たらこの方法しかなんかいいのがなかったっていうか、でこの辺ちょっと外していくんですけど、やっぱ爪がかかってんだよね。この辺の爪を押せばいいのかな。完全に傷だらけになっちゃう。よいしょ、取れた。でずっともう何十年使ってるやつだけど、これつけて勘だね、12と見た外れ勘が外れました。14だね多分ね、10ないんだけど、14があった、14絶対14、ほらね、ほら外れたほら外れ13か。13でもないの、ね、ちょっと何、11、さっき12だったよね。12あっとるやん12あっとるやん、勘の良さ。こっちで締める、だから逆か。64だったかな、62だか忘れたけど、こっち側もねラッチがついてるはずなんですけど、こっちの真ん中しかついてないんですよね。でなんかこのラッチの部分、ステンの部分を後ろ下げるとなんかあの何下がるみたいなやつが結構あって、それやろうかなと思ったんですけど、できるのかな、穴をずらしちゃいいのかな、こっちにやってやると穴が3つぐらい開いてるんですよ、この下に。ずれない。開いてて。どうした？よし。ここが元のあった穴で、こことここ開いてるんですよ。で、これが通るから、ここにつけちゃおうかなと思って。省略で。省略で多分編集されちゃうと思いますんで。で、これ。仮止めで。とりあえずこれでね。でこれだとまあ入るは入るか、でも変わんないね。この位置が、この位置が前から後ろに下がっただけで、とりあえず
外す。これ外れた。で、ここなんですけど、見えるようにこれもうなんか知んないけど、これペロペロに破れててびっくりした。もうね、折れちゃってるっていう。まあ多分乗っかって。肩を崩さないようにボンあ、すみません、スチロール外しので4つ穴あるじゃないですか。でね、なんかリベットでこうペチッとこうもう完全に取れなくしてる車も4つねボルトなんですよ。でこれをこの位置まで下ろしちゃうと、あの下げちゃうとこういっちゃうと思うんですよね。今ボルトが3センチぐらい後ろに下げた感じになってるから、この位置をこれをこっちにして、まあ、裏返しにしてやる感じでやってみます。これここが14だね、多分14だ、14ミリ。結構硬いね。で、っていうところですね。あ、しかし鼻がムズムズするな。で、こんな感じで取れると。で、この穴はなんか別にこう仕掛ける感じでもない。で、この穴がね、このポッチが出っ張ってんですよね。で、下げられるかな。こっちとあれは一緒なんですよね。この真ん中は一緒なんですよ。だから、ちょっとやるだけやってみますか。これだって結構下がるよ。だって10センチ。これいかねえんじゃないかな。ちょっと待って。とりあえずここで今まで行くかどうか試してみようか。よいしょ。何でもやってみたがるタイプなんでね。いや、いかねっすわ。やっぱね、あの加工しないとダメだね。で、今度これが下がんなくなった。ダメだ。ダメっすね。余計なことしたね。はい。この辺をカットしてこうもっとこれ外しちゃいけんのかな。なるほどなるほど、そういう感じなんですね。やってみてわかるよね。で、皆さんはやらなくて済んだよね。やらなくて済んだね。ここのあのゴムが硬い、なんかコストゴムがあるんですけど、これが邪魔です。これ外しちゃえばいいんだろうけど、ここの出っ張りが欲しいんですよね。あの前にこう体重かかってここに多分支点になるんで、だからその奥のやつ、こっちも見えるかな、映ってるといいけど、ここもこっちのやつね、これもあの必要というかだと思います。うん、戻そう。戻そう。もう残る手は一つだけになりました。よし、とりあえずこれで下見えんのね。当たり前か。で、極論から言うと、なんかコメントいただいたんですけど、64のワゴンのシートが簡単につくらしいんですよ。で、これとこれ外してワゴンのシートを入れちゃえばいいわけですよね。そうするとワゴンのシートだから、こうスライドレールになってたりとかもするわけで、こんなね大変な思いする必要ないんだけど、まあ、ワゴンのシートつってもね、結構ねお値段しますから ね、あのヤフオクとかで見たらね、3万ぐらい、安くても3万ぐらいだったかな、なんですよね。よいしょ。でもうこれ以上できることないなと思ったんだけど、ゴムシート、ゴム板、厚さ5ミリ ×50×300、
って映った、これ映ってる。8、8、え、8もあった。うわー、 7.5 計算で4枚取れると思ったのに。4枚取れれば2枚重ねられるんで、ね、4箇所だから。でこの厚みが、5ミリで2枚で10ミリ、1センチね、をここにかさ増ししてやるという感じなんですね。で、穴開けてやる必要があるんで、ドリルで穴開けるんだけど、どれ持ってるの忘れたって何やっとんねん。よし、こうか、これでいいんだね。で、これつら位置かっていうと、鉄板の方が出てるんですよね。1ミリぐらいかな、見えますかね、ちょっと出てるんですよ。だから鉄板のこの部分だけ、鉄板ってもこのちょっと出てる部分のところだけカットしてやれば、まあその分こう当たる、他のところから別に当たってないから触れてないっていうのが、まあ、こういうカーペットの厚みの分とかが計算されてこの厚みがあると思うんだけど、1ミリとかね。4.5 だね。 4.5 センチのところに真ん中に印をつけるんだけど鉛筆がないっていうね。 4.5 で、5だから 2.5、ちょうどこの辺が真ん中ですよってことで、まあ、来たのもうだいぶ使ってるやつだけどね。で真ん中に合わせて、下がね、つけないとね。で、あ、逆。まあ、一番簡単なのは1個穴開けたら、ちょっと先取って2枚重ねてもう1個やっちゃえば、くっつけて、これやり方全然推奨じゃないですからね、適当にやってるだけで見やすいように。で、まあ片面ずつつけてもいいしね、こんな感じで、こうつけてやりの、あ、ダメじゃん、これがないじゃん。バッカです、バッカですね、届かないじゃん、すっかり忘れてた。これでかかんないよね。これが10だから、この首の長さをね、ちょっと長くしないといけなかったね。なんで、いやー、あれつけない。1くらいまでいけない。